新入生の皆様、おめでとうございます。保護者の皆様も、本日は大変おめでとうございます。理事長の横井でございます。よろしくお願いをいたします。今回は、コロナウイルス感染症の影響で、このような形での入学式となりましたこと、大変残念には思いますが、気持ちは、温かい気持ちで皆様をお迎えしたいというふうに考えておりますので、平にご容赦をください。学校人慶明学園はですね、昭和26年に始まります学校法人でございまして、ちょうど私と同い年の68歳、69年目を迎える学校法人でございます。慶明学園には、州立幼稚園、アスナロ塾、アスナロ予備校、クラーク記念国際高等学校の鳥取キャンパス、からさらに、青少会地中学高等学校と、たくさんの学校がございますが、これらの共通した考え方として、常に公共性と独自性と永続性、この3つを目指して、日々頑張って努力をしているところでございます。特に私が考えますのは、公共性のあることにおいて独自性を発揮すること、これができたら必ず学校としての永続性があるというふうに信じまして頑張ってやっているところでございます。今日、青少会地中学高等学校に皆様をお迎えできましたことは大変嬉しいことでございまして、特に慶明学園全体で取り組んでおります生徒一人ずつを大切にというこの気持ちを持って皆様をお迎えし、言葉だけではなく各自の個性をどこまで伸ばせるだろうか、伸ばしたい、そういう気持ちでこれからお子様方をお預かりをしていきたいというふうに考えております。新入生の皆様、我々と一緒になって慶明学園青少会地中学高等学校を共に作り上げていただいて、日本にあるいは世界に冠たる学校にしていただきますように共に努力したいと思います。一つこれからよろしくお願いをしたいと思います。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。青少会中学校高等学校の校長の田澤です。入学式が残念ながら中止になってしまいましたけれども、こうやって動画でですね、皆さんにお祝いのメッセージを伝えたいと思います。よろしくお願いします。今から20年後ですね、私はですね、入学された皆さんが鳥取のそして世界のですねヒーローになってほしいなと思ってます。これは本気で思っているんですね。で、青少会長はですね、将来ヒーローになる皆さんがさまざまな能力を身につけるための学校だと思ってます。で、ヒーローになるための大切な力っていうのが私は3つあると思っていて、1つ目はですね、自分だけの能力があること、自分だけの武器を持っているということですね。で、2つ目はですね、仲間が助けてくれる力を持っていること。で、3つ目はですね、変身するという力を持っていること。この3つがですね、ヒーローに必要なんじゃないかなと私は思っているんです。で、本校はですね、探究という、授業があってですね、生徒のみんなが自分で課題を発見して課題を解決していく、こんな授業をやっています。で、この中でデザイン思考という考え方を皆さんに伝えてるんですけれども、これも能力の一つですね。それから英語だったりとかプログラミングであったりとか、あとディスカッションしたりとか、このように人の前でプレゼンテーションするですね、こういった能力スキルをですね、皆さんにさまざまな形で提供しています。ですから新入生の皆さんは、私たちが提供するスキルをですね、自分でこう選択して自分だけのオリジナルの能力に作り上げていってほしいなと思っています。それから2つ目ですね、これはいろんな学校から本当に楽しくて個性豊かな仲間たちが本校に集まってきます。最初はね、うまくいくかもしれませんけれども、時には喧嘩したりとか、
いきなり口を聞かなくなったりとかね、そんなこともあるかもしれませんけれども、とても大切なことです。喧嘩したと思ったら次の日急に仲が良くなってね、仲良くなったりっていうことも、たくさん見てきましたけれども、そういう体験を通して皆さんは成長していきます。それがまあ共に成長していくということなんですね。ですから、まあ、そういった友達との関係づくりを通してですね、自分の魅力に気づいてください。魅力的な人間になっていってください。そうすることで、辛い時とかですね、助けが必要な時は必ず友達仲間が助けてくれます。そういった魅力をこの学校で身につけてください。そしてですね、3つ目はですね、外の世界を知ってほしいんですね。外の世界にどんどん出ていってください。学校の中だけで勉強したりとかスポーツをするだけじゃなくて、外の世界に飛び出していって、社会の中でですね、自分が貢献すべきことを見つけて、社会の課題をどんどん変えていってください。解決していってください。でそういった体験を乗り越えることによって、自分がですね、想像していなかった自分に変身することが できると思います。変身して、新しい自分に飛躍してください。でこの3つの力、自分だけの力を探求で身につける、それから仲間が助けてくれる力ですね。2つ目は仲間が助けてくれる力で、3つ目は変身する力、外にどんどん出かけていって新しい自分になってください。でこれからはですね、世の中はどんどん、激動の時代に移っていきます。ソサエティ 5.0 であったりとか、まあ、ブーカという言葉が、今流行ってですね、いろんなところで語られていますけれども、そういった言葉がですね、次の時代どうなるかっていうのを表していると思ってます。でそんな複雑化して、先が見通せない時代においてはですね、ぜひ皆さん一人一人がですね、自分自身を見失わないでほしいと思ってます。皆さんの好きなこと、それから得意なこと、それから価値観ですね、そして社会から求められること、この4つのですね、縁が交わるところにあなたという存在が存在してるんだと思うんですね。ですからこの4つの縁が重なるところにあなたを見出してですね、これから難しい世の中をですね、歩いていってほしいと思ってるんです。でその先にですね、将来皆さん20年後ですよ、皆さんが20年後大人になった時に世界を変えられるような人になってほしいですし、鳥取をですね、もっと元気にするような存在になっていってほしいと思ってます。で私たち大人はもうサポートに回りますので、これから皆さんが主役です。 Z 世代と呼ばれている皆さんが主役の時代になっていきますので、皆さんどんどんやっていってください。私たちが全力でサポートしますので、一緒に面白い学校を作っていきましょう。では私からの新入生へのメッセージは以上になります。でこの後はですね、生徒会の副会長の加藤ひろりさんから皆さんにメッセージがあると思いますので、ちょっとそっちに行ってみたいと思います。はい、こっちですね。はい、ひろりさんお待たせしました。はい、では、生徒会副会長の加藤さんから皆さんメッセージです。よろしくお願いします。桜の花も満開となり、いよいよ春の訪れを感じる頃となりました。晴れて清掃会地に入学された新入生の皆さん、おめでとうございます。保護者の皆様におかれましても、お子様のご入学心よりお祝い申し上げます。さて、皆さんが入学するにあたって、私から一つ、私たち清掃会地第3期生が入学する際、校長から伝えられた言葉を伝えようと思います。それは多様性を認めるという言葉です。私は清掃会地に中学1年生から在籍し、早いことに今年で5年目となりますが、この多様性を認めるということが、清掃会地生はもちろん、一人の人間として成長したり、いい経験を積んだりする上での最低条件なのではないかと考えています。私自身、多様性を認めるということを軸に、この4年間たくさんの経験を積むことができました。
校内の活動はもちろんですが、私が多様性を認めることの大切さを強く感じたのは校外の活動の中です。青少会地で会う大人のほとんどは教師という特定の職業についています。しかしもちろん世の中にはそれ以外の職業についている大人の方が多く、考え方もこの学校の先生とはかなり違っていることに気づくことがあります。それを知った時、外にはもっといろんな人がいて、青少会地で身につけられる多様性を認めるスキルにも限度があることに気がつきました。そこで私が強く伝えたいのは、学校を社会を縮小したコミュニティであると捉えないでほしいということです。学校の中と外では皆さんが思っている以上にギャップがあります。青少会地には面白い人がたくさんいます。故に多様性を十分に認められていると思いがちです。もちろん学校内の関係も大切ですし、青少会地で学べることはたくさんあります。しかし世界には自分たちの想像をはるかに超えるほど多様な人たちがいます。学校内で完結するのではなく、もっと広い社会を知り、できれば学生のうちからその社会に飛び込むことができれば、皆さんの社会はもっと広がると私は確信しています。貪欲に探求すること、多様性を認めること、学校内にとどまらないこと、すなわち探求、共生、飛躍の精神とともに、皆さんの3年間、6年間、一緒に楽しい学校生活にしていきましょう。皆さんの今後の活躍を願って歓迎の言葉とさせていただきます。在校生代表、第7期生徒副会長、加藤ひろり。はい、お疲れ様でした。はい、行きましょう。よりはだいぶトークが上手くなりましたね。本当ですか、はい、よかったです。そんな嬉しいです。今日私たちは青少会地中学校の一員となり、新たな一歩を踏み出しました。小学校の友達と別れて寂しい気持ちもありますが、それ以上に新しい仲間と始まるこれからの生活がとても楽しみです。私はこの学校で探究や英会話など数多くの経験を通して、勉強だけでなく人間的にも大きく成長したいと思っています。令和という時代は今まで以上に人種や国籍に関係なく、世界中の人たちと交流していく時代になると思います。その新しい時代を力強く生き抜くために、私はこれからの学校生活の中で、英語を話す力、自分の意見を伝える力、相手を認め尊重する力を身につけたいと思っています。目指す自分になれるよう、たゆみなく努力し、あらゆることに果敢に挑戦していこうと思っています。また私には学校生活の中で楽しみにしていることがあります。それは正解ワールドです。以前参加させていただいたときに、会場全体を巻き込んで盛り上がる様子に感動し、それを生徒中心で作っていることに深く興味を持ちました。私もこのような学園祭を作る側に立ち、新しい仲間と一緒にたくさんの人を感動させたいと思っています。令和初の入学生として、仲間たちと共に助け合い、支え合いながら、新しい時代を楽しく前に歩んでいこうと思います。Go Beyond を胸に、昨日の自分を超えられるよう頑張っていきます。中学校新入生代表、長谷川さくら。桜の花も今を盛りとばかりに咲き誇っているようです。私たち45名は青少会地高校へと入学いたしました。私は3年前に入学者代表としてここの中学部へと入学してきた時のことを思い出しました。中学校1年生の私は言いました。道は四方のみならず、困難を乗り越えるためには発想を飛躍させ、上や下にも道を見出すことが大切だと。中学校の3年間を振り返ると、
さまざまな探究活動や文化祭の映像制作活動、課外活動は私を大きく成長させてくれました。しかし、中学校のステージはまだ助走の段階に過ぎず、この先の高校のステージでは、いよいよ飛躍に向けて走り出し、ぐんぐんと加速していく必要があります。高校生活を前に、私は各々が群れずに孤立することを目標にすべきだと考えます。仲間を作らず、孤軍奮闘するという孤立ではありません。それぞれの個性が立つと書いて孤立と見ます。これは科学の分野で金属と石に例えることができます。金属が単一の原子が無数に集まって構成されるように、私たちは無個性の集団であってはいけません。多種多様の鉱物がひしめき合って唯一無二の存在となる石のように個性と個性が共存し、時にはぶつかり合いながらも一つの集合体となっていく、そのような姿を目指したい。私は学校の見学の精神である探究、飛躍、共生の共生もまさに各々の個性が際立ってこそ達成されると考えます。皆さんの中には環境が変化することや自分の進路に不安を感じるといった始まりの時期だからこその悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。そんな皆さんに聞いてほしい歌詞があります。一つ一つの言葉を噛み締めながら聞いてみてください。何が君の幸せ？何をして喜ぶ？わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。忘れないで夢を。こぼさないで涙。だから君は飛ぶんだ、どこまでも。ふざけているわけではありません。これは皆さんも知っているアンパンマンマーチの一節です。どこか心に響くフレーズがありませんでしたか？新生活には様々な行事や活動があり、その一つ一つに仲間たちの存在があります。身を粉にして探究に打ち込む人もいれば、毎日の部活に汗を流す人、学園祭に向けて働くパワフルな人たちもいます。そんな一人一人が今、この瞬間からワンチームとなって、青少会地の校舎のみならず、世界を舞台に切磋琢磨していくのだと思うと、今から胸が高鳴ります。I want to thank my friends and I want to have wonderful encounters with new friends.I promise to lead a high school life filled with energy. In order to be an important person for someone, I'll change everything hard. 新たな仲間や先生方との素晴らしい出会いに感謝し、誰かにとって大切な仲間となれるよう、何事にも全力で取り組み、力強く高校生活を送っていくことを誓います。高等学校新入生代表、川崎福之助。